原油価格の高騰は、緊急事態宣言が解除され、観光客が戻りつつある県内の観光地にも大きな影響を与えています。県内有数の観光地、松島では、新型コロナウイルスの感染者の減少を受けて、今日も遊覧船のクルージングを楽しむ家族連れや修学旅行生など、多くの観光客の姿が見られました。1日およそ20便の遊覧船を運航する丸文松島汽船では、8隻の船を所有していて、1日に使用する燃料の重油はおよそ1000リットルにもなります。去年の11月の重油の価格は1リットル60円台でしたが、現在は90円台後半まで値上がりしていて、1ヶ月あたりの燃料費は去年の同じ時期と比べ3割も増えているということです。船の速度を変えたり抑えたり、予約客の人数に合わせて船の大きさを変えるなど、できる限りの対策を行っていますが、感染対策のため定員を半分に制限していることや、観光客が戻りきっていないため採算が合わない日も多いということです。限界ありますよね、やっぱりね。燃料使用量を半分にできるかといったらできないんでね。継続した運航もちょっと難しくなるかもしれないですね。感染対策を考えると定員を増やすことはできず、何らかの公的な支援が必要だと訴えています。購買価格の方ですね、なるべく税金の方低く抑えてもらいたいとか、そういうのはありますよね。